花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金吉郎でございます。1週間ご無沙汰しております。はい、今日もですね、おなじみ高橋誠さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。先日はね、あのブルームード、はい、ね、盛り上がりましたね。ねえ、本当にね、あの心温まる、はい、あのライブになりましたがですね、あのいろんなつながりがあったんですね、これ。そうですよね。うん、あのね、僕その日に知ったこともあったんですよ。うん、あ、そう。あのね、うん、実はその西日本マンダムっていうね、うん、あのアコースティックブルースバンドがあのこの番組にも来ましたけども、うんうん、まあそれを作った柴田さんというのはまあお亡くなりになったっていうことで、うんうん、ベースのね、僕の先輩に当たるんですけども、はい、でそういう話をちょっとしましたところですね、まあそのご縁ができて。っていう話をしましたら、うん、飛び入りで、うん、菊田俊介さん、はい、やっていただきましたよね。ね、実は俊介さん昔、うん、一緒にやってたの。え、柴藤さんと。あ、そうなんだ。やってた。びっくりして、それで、うん、それこそスパイダーテツさんもね、うんうん、うん十年ぶりにシカゴでしんちゃんと会って、うんうん、あ、菊田俊介さんと会って、うんうんうん、それでうん十年ぶりに会ったとかね、あの場で、あの場で、うん、だからね、みんなそれぞれ ね、 ご縁があるんですね。あったんですね、これがね。だからやっぱりなんかこう、そのもうリハーサルの段階、みんな揃った段階からね、みんななんか和やかな ね、 そうだね、心温まる。そういえば西日本マンダム、うん、初めて東京に来て、はいはい、初めてライブハウスやったのがブルースボーイズと対バンだった。そうそうそう、そう、そういうこともね、びっくりし て、 りして、対バンやらせてもらったんですよとかって亀ちゃんは言ってたんだけど、ね、うんうん、それがブルースボーイズだったんですね。で、新井武さんともつながるし、はい、うん、まあ、それぞれね、いろんな形でつながって、その目に見えないところで自分たちがなんか一つになれたっていうね。そうですね、ね、はい、楽しいライブでしたけどもですね、松下いかがでしたか。いやいや、もう皆様に感謝ですよ、うん、ね、平日の月曜日なのに、ね、こんなたくさん来ていただいて、ねね、ありがとうございました。遠くから須賀川からもね、福島とか、あと鳥取からもですね、米子からも来ていただきましたしですね、北は北千住じゃないですか、北は北千住から南は南千住までっていう、まあ、あれ受けちゃった。スパイダーです。もう本当にね、ずつうらうらっていうね、本当になんかトークもね楽しいし、音楽的にもなんかすごくね、いい感じでね、はい、やれたと思うんですけども、多分ね、スパイダーさんのファンも増えたと思いますよ。そうだよね、うん、スパイダー初めて見てすごい楽しかったってみんな、うん、帰ってきましたから、うん、ねえ、うん、話も面白いし、また新井さんがね、はい、面白いんですよ。新井さんの話を楽屋で笑ってたもの。楽しかったね、楽しいしね、なんていうかな、ブルースですけども、うん、ブルースとか言われるんだけども、まあ、うん、そういうブルースっていうね、感覚じゃなくて、なんかこう心温まるね、はい、西日本マンダムのオリジナルもね、うんうん、僕好きで ね、 ね、いいね、うん、愛がある歌が多いしね、うんうん、本当にね、素敵な宴になりましたけどですね、本当に、足をご運びいただいた方々にね、うん、御礼申し上げますが、はい、誠さんも結構新井さんと、まあ、ブルースボーイズ、ね、うん、やってますけども、うん、やってますね、この間はエレキでね、はいはい、まあ、エレキ持ってきてもらって僕のギターを使っていただいて、はい、ギター使わせていただきました。いや、使う人が弾くとね、何でしょう、いいんだね。僕のポンコツギター、あれもだって30年前のギターだ。いいギターですよ。僕ね、モニターしたね、ギターをそのままね、使わせていただいてるんですけどもですね、あれすごくもう時が経ちましたけども、うん、3、40年経ちましたね。30年か、うん、そんなに経ってんの、うん、
30年経ちまして30年も使ってるのであれしかないよね。ということで、なんか今日やりますか、歌いますか、なんか お手紙ファックス来てますか。ファックスもメールもいただいてます。本当、じゃあ読んでみましょうか。来てますね、うん、今日本田まゆったりいきましょう。はい、はい、加納さん、はい、誠さんとしみさん、こんにちは。こんにちは。シワススタートですね、うんうん、はい、先日のブルームドライブボリューム3、はい、とても楽しい時間をありがとうございました、うん、どんどん輪が広がりますね。ほうほうほう。ボリューム4、5と楽しみにしています、うん、来年あたりは、うんうん、大会場かっこ日比谷野音でどうでしょうか。希望。日比谷野音、日比谷野音、ね、僕出たことあるのよ、うん、前にね。本当ですか。うん、あのね、僕がやった頃はね、ソニー系列の、人たちと一緒だった。ちょうどね、ほら奥田民生くんとかが組んでた、うん、ユニコーン、うん、はいはい、ユニコーンとね、はいはい、いろんなその時の ソニー系列の人たち、うん、誰だかいろいろ出たんだけど、うん、僕もそこにちょっとね、うん、入れてもらってね、出たから。日比谷は気持ちがいいよね。気持ちいいね、うんうん、見に行ったことあります、私も。ああ、そうですか。マッドネス、懐かしい。マッドネスって懐かしいね。ね、ホンダの CM してた。スペシャルです。スペシャルですね。もう結構行きました ね。行きましたでしょ。あ、いいですね。トイレのよくちょっと穴開いてて入れるんですよ。あ、そうなの。裏からよく裏から入りましたね。あ、本当。ね、リクエストいただいてます。リバーサイドホームタウン。マイホームタウンですね、これね。はい。うん、あ、はい、ね、うん、はい、2016年残りわずか、皆さん突っ走ってくださいね。そして体ご自愛くださいね、はすみさん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、はすみさん、野音でやったことあるのかな。はすみさんも元気だ。いや、あのね、うん、チェキラー、今度やっぱ盛り上がってるからね、チェキラーぐらいだったら、入るかもね、やっぱ日比谷野音も、ね、あれじゃないですか、いい感じなんですか。僕らとどうかね。いいんじゃないね、うん、チェキラのあとくっついてついてきます。いや、でもね、そういう夢があるといいよ ね。俺武道館だと思ってんだけど、うん、そう、私も武道館しかなかった。野音か武道館、野音も行って武道館、うん、いいね、外はね、うん、外気持ちいいよね。じゃあ夏と冬でどう。あ、夏は野音、ね、冬は武道館。武道館、武道館いいですね。夢は大きい方がいいんだって。そう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 。ということでございました。うん、そういうことで、リバーサイドマイホームタウン。ホームタウン？うん。リバーサイド、ね、どうでしょう、行きますか。一番初っ端から行く感じになりましょうかね。行きます。これ今まさかリバーサイドが出るとは思ってないから、みんな。ちょっと待って。慌てて行ってますが、他はリバーサイドありますか。はいはい、出ましたか。じゃあリバーサイド行きます。松井さんが歌う？リバーサイド。え？キーがまた大変なことにならないですか。うん、じゃあ俺歌おうか。川が流れてる、思い出が流れる、春には菜の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を
はい、はすみさんのリクエストにお答えしましたリバーサイドマイホームタウン、はい、金尾四郎でお届けしましたがですね、松下さん何これですか。これ花本買ったの。花本買ったの。かわいいね。かわいいねこの花本は。いや難しいね。これ難しいよね。邪魔になるかな。このこう上からスッとこう落とした感じがね出すのは難しい。アミちゃんとかすっごい上手だよね。アミタメのアミちゃんね、うまいよね。こういうのアミタメちゃんだ。アミタメちゃん。こういうのはね結構やっぱり練習した方がいい。かわいいの。かわいいから買ったんだけど。飾りに、あ、うまい、やっぱり。もう何やってもいいよね。ニコ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 してまこっちゃがまたこれがモテるんだ、女に。女泣かせ。女泣かせ。これは歯がいい。歯がいい。厳しい面で歯がいいって悔しいってこと。もう歯がいいか。まあ歯がいいか。まあでもね。ない方がいい。やった方がいい。やっといいよ。本当？うん。じゃあ練習。高橋誠さんと僕がやるときは444で合わせて。そうですね。444でちょっといきますかね。444とか言って。444。444だとねちょっと高いっちゃ高いんですけどね。いや高いっていうかね、440に変えたときにわかる。低いって感じがしてね。低いって感じがする。低いちょっと重くなっちゃうね。そういうのはわかる。そうだね。松下俊美さんなんかリクエスト来てますか。あ、もう一枚読みますか。はい、はい、金尾さん誠さん俊美さん、はい、山田ディレクター、はい、こんにちは、まずは音楽魂ボリューム3大成功おめでとうございます。ありがとうございます。今回は念を送る間もなく、うん、フレンドの皆さんの投稿で念を送るというと、うん、あの方です。あの方だ、ね、出演者の皆さんのパフォーマンスを確認させていただきました。はい、ミキさんです。ああ、ミキさん、博多のミキさんですかね。やっぱりこれはね世界的にこの川崎 FM 金尾城の音楽魂はね博多だけでもなくねスイス、ロンドン、アメリカもちろんで、フィリピン、ね、フィリピンもフィリピン人気あるんだよ俺。ああそう、うん、あフィリピン行こう今度。うん、フィリピン行きたい。フィリピン人気あるんだよ。フィリピンでライブやりませんかっていう話が来てんだから。やろうやろう。行こう行こう。うん。いってらっしゃい。俺フィリピン、ロンドンももちろん、行きましたけどね。ロンドンは行きましたが、いろんなね、ところの方がね、音楽魂聞いていただいてます。これを持って行きますか、じゃあ。来年は世界ツアー。登り持って。うん。世界ツアーですね。世界ツアーいきなり。もうほざくよね。今日昼間から俺たちはね。いいんじゃないの。いやいや、もう武道館とけば世界ツアー。そう、その前に米子行きたいって。米子その前に行く。その前に米子だね。米子の前にまあちょっと熱海あたり。やっぱり最高ですね。もちろん生の雰囲気の。ミキさん、ミキさんね、生の雰囲気の何百分の1くらいでしょうけどね。けどね、これは YouTube でご覧になって、そうです。皆さん動画をアップして、動画すごかったよね。キキさん全部やってくれました。そうなんです、ありがとうございます。キキさんがね今日も来て撮ってくれてますけどもね、全部動画流してくれまして、ありがとうございます。亀ちゃんの元気な歌声が聞けたのもめちゃくちゃ嬉しかったです。西日本マンダムの亀ちゃんね。実はねその亀ちゃんもねちょっと体調がもうすごい大変な病気でっていうかね、それで奇跡的に助かったんだから、まあこういうラジオで言ってもねあれだけども、でもねそういう出会いがちょっとこの放送に来た時にね、やっぱ元気なうちにねなんかやろうよって言って今回のねブルームード音楽魂ボリューム3はそれがきっかけですね。そうそうそう、みんなまあいろんなところガタが来たりいろいろあるけど、やっぱりみんな元気でね、元気だね、やってるっていうのがやっぱり重要ですよね、一番ね。元気が一番。元気が一番ですね。まこちゃんなんで元気、そんな元気いいの。なんでだろう。蛇食べてるっていうことですよ。蛇食べてないよ。食べてない。蛇は食べてない。なんで蛇なんだ。蛇のかば焼き食べてるね。なんか知んないけど元気だね。本当。疲れを知らない。あ、ごめんなさい。途中になる。はい。先週も言いましたけど、オイラもたまたま久しぶりに2日連続でライブを体験して、あ、やっぱり動画の何百倍も楽しいもんだな、生のステージは、と思った次第です。今回はお三方の生の放送を目いっぱい楽しみますね。はい。リクエスト、金尾さん、筑豊ブルースだけど何でも OK。筑豊ブルース来ましたか、はい、はい。誠さん、はい、アクロス・ザ・ユニバース。アクロス・ザ・ユニバース、ビートルズさ、うん、だけど何でも OK。あそこでもやりましたよね、アクロス・ザ・ユニバース。あ
本当、うん、それを見てくれて、ああそうかそうか、としみさんも、としみさんありますか、そうそう、この間のはチャルメラなんとかです、チャルメラだけど何でも OK チャルメラそば屋、はい、PS、これ美空ひばりさんの、ねね、これはね、うん、隠れた名曲と言われてますね、はい、ほとんどの人は知りませんよね、うん、戦前のあれでしょ、歌になる、あそうです、ね、あ戦前に、ね、じゃないか、宣伝なわけないね、失礼しました、じゃない、僕らが生まれたぐらい、ね、だから戦後すぐの10年ぐらい、うん、だから、うん、ひばりさんがまだちっちゃい頃の歌だよ ね確か、ちっちゃい、十何歳ぐらいの頃でしょうね、きっとね、チャルメラそば屋っていうのがあったね、カントリー調の ね、 ね、うん、あれ英語で、英語の歌を日本語に、英語でもともと詩があったんだよね、うん、確か、そうですね、うん、はいはい、 PS、うん、遅くなったけどコージーの新しく出たライブ版も最高でしたよ、コージー王子、うん、ライブ版なんですね、はい、ライブ、相変わらずやつは APT、うん、アンポンタンです、最高ですね、またラジオで聞きたいもんです、アンポンタン、 APT、 APT って言うの、ね、みんなそういう風に今最近言うよ、横文字のねあれをつけちゃうよね、じゃ あ、 あの私たちもそうでしょ、だからなんで、何うちらが何、だからあの乃木坂なんとかとかあるじゃん、だ YTM、 YTM、 YTM、AKB とかじゃん、 KTM、 KTM でしょ、 KTM、 うん、我々は音楽魂、この3人は地蔵坂、うん、KTM、 地蔵坂っていうのがあるんで、俺好きなの、地蔵坂が好きなんだ、俺横浜にあったんだけど、乃木坂に対抗、地蔵坂をいつも通って俺帰ってんなかった、はい、急な坂道があるのよ、あそっち、ね、上行った、もう上行くまでが大変だもん、地蔵坂、地蔵坂 KTM、 KTM、 それで行きましょうよ、行きましょう、忘れちゃう書いてもらわないと忘れちゃう、え、ね、なんかありました、松下さんリクエストある、え今だからチャルメラそば屋、じゃあこの前言ったのはチャルメラだけど何でも OK、 あー、 OK、 あのミキさんはね、はい、基本何でも OK、 何でも OK、 あ、本当、ありがとう、一応いただくけど何でも OK、うん、やっぱりねそういう思いやりがあるのよ、そうで、ミキさんはねやっぱ考えながら、うん、あのいつもゲストいらっしゃる時もゲストがに合わせてリクエストしてくれるからね、うん、そこら辺の思いやりがあるのね、思いやり、うん、はい、まこちゃんなんか行きますか、うん、じゃあ急に降るからね、急にしたね、アクロスユニバス、じゃあアクロスユニバス行きます、行ってみる、ね、ちょっと待って、俺なんかそれを選んでる間に選んでる、そう言いながら、ということでですね、そう言いながらちょっと待って、うん、じゃあもう一度読みます、はいはい、はい、行きます、行きます、うん、かなおさん、まことさん、としみさん、関係者の皆様、はい、こんにちは、はい、待ちに待った金曜日、早12月突入ですね、先週本番中にメールを取り上げていただいたおかげで無事退院することができました、うん、おめでとう、おめでとうございます、どちらの方ですか、音楽魂パワーをいただけたことに感謝いたします、はい、これは清水さんですね、あ、清水さんおめでとうございます、ね、おめでとうございます、よかったです ね本当に大怪我されてたんですね、本当にね大変なちょっと事故だったんですよ ね、うん、大変だった、あばら5本折れたからね、あばら5本折った、本当に、そうだよ、それでもう大変な事故、車でね、あの、うん、大変なことだったんだけど、ね、まあんまり詳しくはね、うん、あれなんだけどもね、そう転落ですよ、そうそうそう、転落した、駐車場の立体駐車場の2階からって言ってたもん、だからね、あの、うん、そういう方もね、こうやってそのラジオを聞いていただいてですね、うん、あの元気にね、うん、あのなっていただくっていうね、そうで、まあ、ライブはね、あの残念ながらいらっしゃれなかったんだけども、 あのね本当に嬉しいよね、ねえ、でもよかった、俺みたいないい加減な男の歌がね励みになる人がおるんよ、またこれがいます、うん、います、うん、いや、いるみたいよ、1週間早いですね、はい、毎回加納さん、誠さん、としみさんそれぞれの個性を感じながら、はい、楽しく聴いています、嬉しいです、ね、これからも素敵な歌、楽しい話を聞かせてください、はい、リクエストはすべて、うん、あれもこれもで選べません、寒くなってきました、体調、怪我、くれぐれもお気をつけくださいね、健康が一番です、うん、皆さんの人柄が大大大好きな清水佳代子より、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、そしておめでとうございます、おめでとうございます、ね、まあ、ね、一日も早くね、まだほら、うん、僕はあばら年間にあばら3本ぐらい打ったことあったんだけど年間に1本折れても痛いからね痛いよ、あばら1本折って、うん、俺その翌日ライブだったのよ、あで晒しを巻いて、はいはい、でも本当にね、僕あの歌う前酒飲まないんだけど、うん、その日だけは
ガーってストレートで飲んで、さらし外して歌ったことあったんですよ。一本でも痛いからね。痛いよ。痛いよ、骨折痛い。これだって、あら、痛い。俺も折ったことある。大変なことだよね、そういう痛みはね。だからあのちょっとあばら時間かかるし、あの、うん、そのままねあの、うん、固定するしかないんだけど、そうだね、で元気になったらまたねあのライブでも来てください。でちょっとあのどっかあのお祝いしましょうよ、はいね、お祝いライブしましょう。そうだね、出張ライブ行こうか、うん、あどこでもいいですね、うん、出張ライブいいな、出張ライブね、ご自宅枕元でさ俺がわーっつったもう病院で行くのクレームくるよね、言いかけですね、やかましいって言われる元気になるか。はい、じゃあまこちゃん行きます、はい、ごめんね、アクロスユニバースね、俺間違えて持ってきちゃった、違うの持ってきたんだけど、これやってみたいな、自分でやりたい曲を持ってきてしまいました。本当にいいですね、マイケル・ジャクソン、あマイケル・ジャクソン、マイケル、はい、マイケル、こんな曲、はい、I'm gonna make a change for once in my life, it's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right, as I turn up the color onMy favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their vanities? A summer disfigured, a block and bog top, and a one man soul. They follow each other on a wind and snow.They got nowhere to go. That's why I want you now. I'm uncertain with the mom and a mirror, and I'm asking him to change his ways. And now the seeds get dim and clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Na na na, na na na, na 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 naBeing a victim of a selfish kind of love, it's time to be a rabbi. There are some with no home that are naked to law, could they be little me pretending that they are not alone? A widow deep discovered some dirty broken heart, and a washout dreamThey follow the pattern of the wind and sea, cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the mob in the middle. I'm asking him to change his ways. No message to the fear, and he cleared up. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a changeIf you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then take your chance. You gotta get it right, but you got the time. Cause when you put your hand, get a good job, right? I'm starting with the mama in a mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could be any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a changeNa na 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 はい、高橋誠さんがね、かっこいい、プリンスの歌、かっこいいじゃないですか。マイクル、マイクル、マイクル、ごめんなさい、マイクルですね、マイケル・ジャクソン、フランクス、マイケル・ジャクソン、フランクスじゃないよ、いつの話してんだ、フランクスいいな、懐かしいですよ、でもマイケル・フランクスね。
マイケル・ジャクソン、ジャクソンだよね、マイケルね、うん、結構好きなんですよ、私も大好きマイケル、うん、ね、ね、うん、マイケル・ジャクソンね、なるほどね、それ、そういえばこれ結構流行りましたね、これだね、これね、うん、オバマ大統領がね最初の選挙の時に、あ、そうかそうか、使ったんですよね、なるほどね、いろんなあのアメリカ大統領も好みがいろいろあるみたいで、そのブルースを好きな人もいらっしゃるしね、ね、自分が歌ったりなんかするね、いいね、スイートムシカゴ歌ったりなんかして、歌いながら出てきて、オバマさん歌ったよね、確かに、オバマさんも歌ったね、あのいろいろありますけどもですね、やっぱ音楽っていうのはやっぱりそれぞれの、うん、あの国の特色をやっぱりね、うん、表しますから、ね、うん、好みとかもある、日本人も歌えばいいのにね、歌わないね、日本人の出身、まあおそらく安倍さんこの前なんか歌ってなかった？あ、そうなの？安倍さん？安倍マリアとかじゃないよ、ね、安倍歌、まあ、あんまいないカラオケ大会みたいなね、カラオケ大会、うん、カラオケ大会になっちゃうからね、いや、カラオケはね僕ダメなのよ、だからそうなの、だから自分の曲を歌って65点が出たんだから、でもあれは ね、 あれはね違うのよ、ね、違うの、その採点の基準がね、うん、うん、自分の曲だから、うん、僕の作った作詞作曲の歌を歌って65点っていうことはどういうことだってすぐ電話しましたよ、フロントにこの機械がおかしい笑われましたけどね、ガイドボーカルがいるからね、あれはね、今時やっぱみんなカラオケ慣れてるから歌い方があるじゃない、うんうん、そうそうそう、あのちょうど高い点数を取る歌い方があるんだよね、あれね、だからハトポッポみたいな感じで歌うといいのよ、うんうん、いや、うん、もしもし神よ神さんよみたいな感じで歌うとだいたい90点ぐらい取れるんだけど、要するにね、ちょっと感情とか入れたらもうダメなんでね、お友達、池田さんじゃないね、え、んこの前、ああお疲れ様です、お疲れ様です、もうね、このね、あの近くも川崎 FM の、ね、界隈の方がね最近馴染みになりましてですね、ありがとうございます、ということで、誠さん行きましたけどもですね、はい、松下さん、なんか即行く、ね、なんか来てる他にリクエスト、他に、うん、他にはありますか、メールじゃあお便り、はいはい、ファックスいただいたのは読んだか、はいはい、メールはまだちょっと待ってくださいね、うん、ごめんなさい、 あ、はい、ありました、ありました、はい、皆さんこんにちは、はい、妖怪ソソではなく妖精ソソです、妖精ソソさんです、はい、汐留、はい、ブルームードでの加納義郎音楽魂ボリューム3、はい、毎回バージョンアップしていてとても楽しかったです、うん、最後菊田俊介さんも入っているのチクホーブルースは圧巻でした、イエイ、なるほど、音楽魂もさることながら、ね、この番組で名前だけだけれど、うん、耳にした方々とお会いできたことを嬉しい限りです、はい、加納義郎音楽魂ボリューム4楽しみにしています、はいはい、早速リクエストです、はい、高橋誠さんには上を向いて歩こう、おお、松下としみさんには朝日朗、朝日朗、金尾芳郎さんには春よしコールガールをお願いしたいと思います、ほう、余談ですがブルームードでの様子を勝手にスマホで1曲だけ撮影して、うん、YouTube にアップしました、 ありがとうございます、金尾芳郎 ね、 いいね、ダイナマイトで、ダイナマイト、ね、検索していただくと見られると思います、金尾芳郎ダイナマイトで検索していただくとその、うん、映像が出ます、この間のブルームードの映像が出ます、うん、ございます、あれ良かったですね、やっぱり西日本マンダムと今回初めてねやらせていただいて、ね、うんうん、まあほとんど真子さんもね初めて、まあ、リハーサルもあまりせずに、うん、まあ、やりましたけども、うん、いい雰囲気で ね、うん、いいなかなかいい感じで出ましたけどね、またやりましょうよ、ね、そうですね、だんだんちょっとアップしていかなきゃいけないから難しいのよ、うんうん、あんだけのもんしたらもうこの次はね、ね、なんで釣るかっていうね、なんで釣るか何を釣る、いや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 、まあ、毎回でも反省が、ね、うん、あるよね、ありますけどもね、本当に雰囲気がいい、うん、ただそのジョイントっていうのはよくあるけども、うん、ほら、うん、何バンドか集まってよくライブあるじゃないですか、はいはい、でそのバンドのファンが来て、うん、結局そのバンドが終わったら帰っちゃうとかっていうね、あのことはね、一番僕は嫌いなパターンで、うん、だからそのジョイントするからにはやっぱ全体的な雰囲気をね、そうだね、やっぱ持っていくためにこう、うん、やらないと意味がないですね、うんうん、そうだな、でそういうねライブになっておると思います、音楽魂はね、はい、そう今回ほら、うん、
しゅんちゃんのギターをね、わざわざ持ってきてくれた田崎さんもね、田崎さんがね、しゅんちゃんを飛び入りするからですね、 MC で突然出てきたし、金尾さんの紹介をしたいっていうだけで来てくれた。だから、ま、僕のね、紹介間に合って、間に合ってね、本番中ちょっとやっぱり来れなくて、で間に合いましたって来たわけ、楽屋にいたら、じゃあ僕は紹介しますって、いい仲間だね。パッと言ってね、もう紹介、もう役者だから、うん、この間ほら相棒に出てたね、今週のね、見ました見ました。田崎君出てたんだけど、役者が任せてたわけよ。はいはい。そしたらもう、行くぜみたいなさ、感じになっちゃって。お前、何言おうとやらしたんやろ。もうちょっと、ね、流れをこう、見てやってくれるかと思ったら。そうでもなかった、うん、まあでも、気持ちがね、ありがたいよね。いいよね、うん、ありがとうございました。そうそう。松井さん行きましょうか。朝広行くか。ね、朝広行く。松下としみが歌いました「朝ヒーロー」という感じでしたけどもね、これは男のキー、アニマルズのキーだ、アニマルズだ、ね、だからあれ低くない松下の、俺はねちょうどいいのよ
だからそれでしょ、まずはそっち歩きだと思うんだけど。いや、そっちやりきだって失礼なこと言うね、あなた。いや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 、これあのよくわかんないけど大丈夫だと。これだからオクターブ下で最初歌ってオクターブ上がるんで、男のキーとしてはこれ結構高いっちゃ高いんだけど、あのちょうど一番気持ちがいい。ちょっと気持ちがいい。オラブトにちょうどしていい感じでオラベル。オラブ。ということでね、あ、これオリジナルミキさんからね、あの来た曲をちょっとあんまりやってないけど、はいはい、やってみますかね。やりましょう。Hold Me Tight っていうね曲が前来てたんだけど、まこさんとあのやるのはあんまりないかもしれないけど、ちょっと松田は適当にちょっとコーラス、あ、失礼しました、適当にとか言ってしまった。すいません、適当にしかできないね。これも適当に入れていいんですか。いや、これはいらない。まあそれでもいいですけど、それいきますか。やりましょう。はい、これできるかな。どんな感じ。山田さんから笑いました。はい、昼間え初めて聞いたかも。ああ本当、うんね。あんまり歌わないですよね。あんまり歌わないですね。こういい感じで。バンドでやったら面白いかも。ライブでやればいいのにこれ。ねバンドでね、うん、俺もう引き出しがもう多いもの。あら素晴らしい。もうねもうそろそろ金の後ろ、うん、ネタがないんじゃないかっていうねあの不安がられてますけども、まあ結構ねいっぱいあるよね。いっぱいあるんですよ。実はね。あのデビューアルバムの中からもね、あんまやってない曲いっぱいありますしね。
あ、もう小出しにしないで、そうそうそう、もう大出しにしないと、もう後がないわけですからね僕らも。そういう意味じゃないけど、どんどん出していかないと。早めにやっとかないとね。そう、これライブでやればいいじゃん。そうね、Hold me tight、Hold me tight っていうね、リクエストがありましたらまたね、あの、いただきたいと思いますけどもですね、誠さん今日なんか、何ですか？はい、なんかあれしますか？やりましょうか。うん、やりましょう。上を向いて歩こうはね、ちょっとないんですけど、今日はね。俺なんか歌詞あるよ。いや、本当？これやりましょうか。あの、同じ坂本九さんで。僕大好きな曲。見上げてごらん、ね、これもやっぱり上を 見る感じなんで。あ、見上げてごらん、いいですね。どうでしょう、ね、それタイトルはこれなんだ。見上げてごらん、夜の星 夜の星をっていう感じですね。先ほど妖精ソソさんからね、はい、あのメール来ましたけどもですね、うん、実はソソさんも入院です ね、 あの、うん、あの手術でね、足の ね、 ね、あの具合が良くないということでですね、うん、あの一日も早くですね、うん、あのまたね、お元気になられることをね、ここ心からお祈り申し上げます。はい、頑張ってください、うん、ソソさんのリクエストはありましたね、チコブルスありますか。チコブルス書いてあるよね。ハリウシコールガールだよ。ハリウシ。それと、ソソさんのね。あ、そうだっけ。うん、本当。そういうことか。ハリウシ行く。ハリウシ。
ハリウッド最後にしたらちょっと重苦しいから。ミキさんの、ミキさんのじゃあチクホブルース、ミキさんのチクホブルース行きましょうか。チクホ行く。今日もう心を込めてですね。はい。チクホブルース行きますか。はい。それでお別れになるかもしれない。そうだね。皆さんね、具合が悪かったりね、する方もたくさんいらっしゃいますけども、うん、はい、どうかね、一日も早くね、お元気に、ね、皆さん元気になってほしいですね。元気になってほしいと思います。うん、願いを込めてですね。はい。チクホブルース。行きましょう。行きますか。ワン、ツー、スリー。朝のない夜はない、空はない、夢はない、いつもそう信じて絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。街はいつものように始まり、人たちも手を握る日が来るさ、いつもそう信じて生きてきた。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。金橋のチクホブルースをお届けしました。ということでね、あっという間の1時間になってしまいますが、まだちょっと時間ありますが、スケジュールご紹介しましょうか。はい。まずね、我々のスケジュールはですね、12月
17日赤坂フラットンカンティーナ、はい、12月17日赤坂フラットンカンティーナ、はい、よろしくね、よろしくお願いいたします。で、まこさんはもう毎日ライブですね。毎日結構やってるんですけど、で、うん、今度ね、しょかちゃんと12月7日あ、12月7日クロコダイル、これはペンギンでしょうか。ペンギンで、あのゲストが大久保しょかさん、はい、ということでペンギンワンマンプラス大久保しょかということで、内容濃いと思いますよ。いいね、いいね、来ればそうなんだ。しょかちゃん行くんだ、うん、何ということで、この間ね、飛び入りで入ってくれました菊田俊介さんのスケジュール、今日から234、今日から千葉、菊田俊介、千葉アンガー、今日ね、千葉のアンガー、千葉のアンガーです、うん、よろしくお願いします、はい、2日、今日本日、明日はモバ、あさってが、じゃあモバラとその次が横浜、あさってが茂原どこ、なんていうんですか、茂原のクローブっていうところです。で、横浜、あさってシルバーバック、シルバーバック、はい、これは、ファンキートリオですか。そうですね、菊田俊介&ファンキートリオで今回は伺います。今日、明日、あさって来てください。もう一個言っとかないと、4日にね、うん、あの文化じゃん、どこ、高橋真子さん、うんうん、と、あの石田君っての 3Z なんていうあのバンドで、ほうほう、もやるんですが、うん、それのね CD 発売、うん、文化じゃん、文化じゃん、はい、はい、っていう、それは何、文化じゃんっていうところ、ライブハウス、あ、どこどこ、うん、ね、ちょっと待ってそれ調べていただきたい。26日はセラビで、私たち、ね、あ、12月26日、ね、私たち音楽魂はね、はい、横浜のセラビ、あ、そうだそうだ、セラビっていうね、あの、これ中華料理を食べながらっていうね、セラビっていう、はい、初めてやりますけど、これ12月の26日ですよ、セラビですね、はい、お楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします、音楽魂、これからもよろしくお願いいたします、はい、撮影の、キキさん、ありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。来週のゲストは、はい、アイドル、アイドル、そう、ユリア、ユリカ、ユリカちゃん、長澤ゆりかちゃん、長澤ゆりかさんです、登場です、よろしくお願いいたします。 See you next time。また